すごい。使わせてもらいましょう。足元にも注意が必要です。目移りしてしまって。どこまでも炎が続いています。挙げられています。道を選ばなくてはならないようです。これで下からも登れますね。無傷では通れませんね。急ぎましょう。さあ、活用します。壁も地面も熱い。
強い力を持つのまま何がしまわれているのでしょう。してしまって下に敵が。活用します。初めて見ます。
ところに。安心して降りられますね。降りてみますか。注意深く見ているのですね。ひどいところ。クイーンの封印など愚策なのだよ。この声は人類の新たなる可能性の萌芽の時だ。人、奴の記憶か、それとも。頼めるか。クイーンの封印など不作なのだよ、グレグレよ。犠牲なくして進化は不可能。ミドー様、器の準備が整いました。この侵害は未来を開く種、人類の新たなる可能性の萌芽の時だ。エミリンス、侵害の適合を開始。適合率順調に推移しています。素晴らしい。自ら志願しただけのことはある。咲かせてくれる綺麗な花を。棺は完成した。さあ、次に進化の階段を上るのは君だ。私ですか。大丈夫。我々には時間がたっぷりあるんだ。継承者はお前だったのか、エミリー。棺に向かうぞ。この炎はお前の心の叫びか。待ってろよ。
どのくらい進んだのでしょうか。再生の力、残りは十分ですか。上から敵意を感じます。背中に気をつけて。炎の街、慣れるしかありませんね。では行きましょうか。支度は大事ですね。あのはしごは登れそうです。何かありますね。上に何があるのでしょう。今参ります。
うまく進めば傷を抑えられるかもしれません。何だと？やっけっ！強さを感じました。あれは使わせてもらいましょう。お待ちください。立てたでしょうか。
しごは登れそうです。支度は大事ですか？この先は行けないようです。使わせてもらいましょう。バカ言わないで。シャクモ兄ちゃんを置いていけるわけない。素敵なものが入ってるといいですね。はい、降りてみますか？ここなら休めますね。棺にたどり着きましたね。お待ちしていました。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。二次方向、増員が来てる。クソ、次から次へと。ミゲル、エミリ、一度交代するぞ。もうダメ、足が動かない。踏ん張れ、あと少しの辛抱だ。
全員必ず生きて帰るぞ。食事が終わったらまたすぐに出撃だろ。今のうちにしっかり食っておかないとな。調子はどうだエミリー？もう大丈夫、ヤクモ兄ちゃんのおにぎりで元気出たから。このところ連戦続きだったからな、あんまり無茶はするなよ。どうしたんだこんなところで。早く寝ないと明日に響くぞ。これからもずっとミドウの言いなりなのかなって思うとさ、なんだか眠れなくなっちゃって。俺はこのまま終わるつもりはねえよ。いつか必ず自由を勝ち取ってやる。みんなで一緒にな。私も頑張る。これからもずっと一緒にいたいから。お待ちしていました。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。化け物、いくら撃ってもびくともしない。いつの間にか囲まれてやがる。突破口を見つけないと。私が化け物の注意を引きつける。その間に二人は退路を。足場を崩せば足止めくらいはできるか。エミリー頼めるか。もちろん任せといて。今回はエミリーに助けられたな。いい判断だった。ヤクモ兄ちゃんのこといつも見てたからかな。自然と体が動いて。俺のことを？あ、いや、お手本としてっていう意味で。ヤクモ兄ちゃんに頼ってばかりいられないから。頼もしい限りだ。のんびりしてる時間はなさそうだ。俺が少しでも時間を稼ぐ。今のうちに逃げろ。バカ言わないで。ヤクモ兄ちゃんを置いていけるわけない。このままじゃ全員食い殺されるだけだ。せめてお前たちだけでも。全力で走れ。絶対に振り向くんじゃねえぞ。
お待ちしていました。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。よかった、エミリーも目が覚めたんだ。何がどうなってるの？確か化け物に襲われて、それで御堂の野郎が言ってたよ、俺たちはレブナントに生まれ変わったんだって。ヤクも他のみんなも、あとは目覚めを待つだけだって。詳しいことはよくわからないけど、結局目覚めたのは2人だけか。まあいい、早速お仕事の時間だ。ふざけないで。これ以上誰があなたの言いなりになって。従う他に道はないのだよ。目覚めを待つ仲間を処分されたくなければな。ふざけやがって。暴走したクイーンから命を張って私を守る、簡単なお仕事だ。これからも私のために懸命に働きたまえ。ミドウが言われるがままにロストと戦い、何度も死に戻った。その度に何か大切なものが失われていくような気がした。ヤクモ兄ちゃんの目覚めを待つ、それだけが唯一の希望だった。君たちのおかげでいいサンプルが手に入ったよ。クイーンは倒れ、人類は新たな進化の萌芽を待っている。君たちのさらなる働きに期待しているよ。お待ちして、どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。支度は大事ですね。あっちか。
リー、ニコラの時と同じ。エミリー、無理をするな。ここは俺たちが。冗談だろ。たった一人で。つらかったよな、エミリー。今その苦しみから解放してやる。もう少しだけ待っててくれよ。人思いにやってくれ。この借りは必ず返す。そこで何をしている？そいつらは進化の階段を踏み外した脱落者たちだ。違う、みんなはまだ眠ってるだけ。いつかきっと目覚めるんだから。悪いな、彼らの目覚めを待つ時間はないんだよ。彼らにはお前たちが進化するための煮えになってもらうのだから。待って、私がみんなの分まで協力するから。それは興味深いが、汚れた手でみんなに気安く触らないで。安心して、ヤクモ兄ちゃん。私がみんなを守るから。その代わり、今度会った時は。ヤクモ兄ちゃんのおにぎりたくさん作ってもらうからね。覚悟しててよ。みんな元気でね。予想通りだ。強靭な意志こそが侵害の侵食を食い止める力になる。人類はより高次の存在へと昇華する。
すべてを知り、すべてを超越し、やがてはすべてを飲み込むのだ。待っていろよ、グレゴリオ。最後はお前の番だ。よう。ヤクモ兄ちゃん、嘘、本当にヤクモだ。元気になったんだ。よかった、本当によかった。すまなかった、来るのが遅くなったな。大丈夫、私が自分で決めたことだから。俺がお前たちを守らなきゃいけねえのに、すまん。ほら、ヤクモ、いつも前を向いて進んでいくのがヤクモのいいところでしょ。私たちはそんなヤクモの背中を見て育ってきたんだから、しっかりしてよね。すまん。ほら、また相変わらず強いな、お前は。でも嬉しかったな、来てくれるなんて思ってなかった。本当に嬉しい。こんな時でもお腹って鳴るんだね。ほらよ、ヤクモのおにぎりだ。いただきます。おいしい。ごちそうさまでした。おかわりしなくていいのか、いつものお前なら。もう十分だよ、だってさ、ほら。おい、待てよ。ねえ、ヤクモ、一つお願いがあるんだけどさ。小さい頃みたいに抱きしめてもらってもいいかな。これでいいか。ありがとう。
早くも。あのね、私ね、ずっとね、ヤクモのこと。こいつは私、おかえり。ただいま。でも体はやっぱりこのままか。またお前と会えた、それだけでも十分だ。さっき、なんて言おうとしたんだ。ほら、何か言いかけただろ。その、笑わない？当たり前だろ。ヤクモの、おにぎりがもっと食べたいかな、なんて。なんだよ、そんなことか。いつでも作ってきてやるよ。お前が望むならいくらでも。うん、待ってるよ。ありがとな、エミリー。でっかい借りができちまったな。お前が背負っているでっかい荷物、一緒に背負わせてくれよな。さあ行こうぜ。前向いてな。そして見ててくれよ。きっちり型をつけて戻ってくるからな。とても涙ぐましいお話だった。思わず笑ってしまいそうだったよ。貴様！ミド！ジャック君の姿が見えないな。本来継承者の後始末は彼の仕事だというのに。探す手間が省けたぜ。灰にしてやるよ！うっ！
どうだ、侵害を受け継いだ私の実験体の力は。あの子らには感謝しているよ。ヤクもいい実験材料になってくれた。てめえ。ジャック君、遅かったじゃないか。仕事をサボって何をしているんだ。返してもらうぞ、貴様が奪った侵害を。取り返してどうする。もはや器は壊れたというのに。どういうことだ。まさか気づいていないのか。エヴァ君に送った私からのプレゼントに、君は彼女を逃がしたと思っているんだろうが、それは違う。私が逃がしたんだ。これは彼女の大切な喉に試作品を埋め込んでね。それじゃああの時にはもう。貴様、そろそろ暴走の頃合いだろう。暴走した侵害はやがてグレゴリオの肉体を求める。今頃エヴァは雪山を散歩しているところじゃないか。だけは継承者の後始末、励みたまえ。私は老いぼれとの別れの挨拶に向かうとしよう。くそ、待ちやがれ。なんてことだ、エヴァ。俺はエヴァを追う。継承者様の気配は未だ近く。貴重なものを手に入れましたね。探しに行かなくては。